はい、ということでですね、後半戦、ここから今度入り口の方に戻っていこうと思います。カメラの方を切り替えましたので、綺麗に映ってますでしょうか。どうでしょうか。で、画角もちょっと広くしましたので、こんな感じです。他の鍾乳洞に比べてかなり大きいのと、それと歩きやすい、あとアップダウンがあんまりないですね。はい、 OK です。 OK。 ここもですね、今これ絶対触ったらダメですからね。これ、あの上から垂れてきたのがコーヒー、蹴飛ばしたらダメですよ皆さん。あ、ジジさん、ちょっと今日ガイドをやってくれます。ちょっと待って、お姉さん、若いお姉さんです。お姉さん、チューアライ。あ、ガイド、チューアライか。アムさんね。あ、間違えた。トニー、カメラプリアンレオ。タイビデオ、マイ、コーリー、ネナム、イクランか。マイペナイ。ごめん、ごめん、ごめん。マイペナイ、もういいや。オッケー、オッケー、バイ。段取り説明したらあかんやんか。カメラプリアンだよ、ビデオプリアンだよ、アンマイコールイアティバイ。これ多分ホラーなで当たり目食べてるの JJ さんがタイ人で初めてかもしれないです。そんとあれよ、あ、ここですね。あ、こっちからの、あ、こっちからも綺麗。はい、あそこコウモリがいっぱいいますけど、今日は5人で来ております。ここ来るまでにすっごい登ったんで、登ってからのアップダウンは、入ってからのアップダウンはこう少ないですね。他の鍾乳洞に比べて。あ、ここです。これが先ほども言いましたように、朝の10時から12時が一番綺麗に見えるということで、こんな感じです。あそこの上、この真っ黒になってるところ、これ全部コウモリです。ここでしたっけ？ここですね。ここコウモリです。あそこも大きいのありますよ。ここ初めてですか？初めてです。こんな奥まで入れると思ってなかったです、僕。あ、そうなんですか。
あれもうちょっと先ですよね、あの細いところ。はい。でもあれタイ人で本当ちょっと太ってる人入れないですよね、多分。確かにそう。いますよね。さっきの声ですね。そうです。身長150で100キロだったら多分通れない。これそのうち時間経ったら電気消えるんで一緒についていかないと。あ、ここですか。あ、ここでした。あ、ここ本当ちょっと通れ、いや、森さんとかギリやったら。じゃこっちから電気のある方から行こう。ここも綺麗だったな。ここの垂れてるところ、まあ、これ多分画像では分かんないですね。それ絵じゃないでしょ。多分あの方向を示すためになんか描いたんじゃないですかね。これです。これ塗った、はい。なんかラグビーっぽい。ありえそうですけどね。あ、ここが、あ、ここにいっぱいいたんや。あんまり上向いて口開けると、うんこ、うんこ追ってくると思います。こっから先まで電気ついてないんですね。くっついてしまってますね。すごい柱になってだからね、何百年のレベルじゃないってことですね、これ。何年、何万年、ここがあるかな、雨降ってもここ雨降っても水来ないって言ってましたね。観覧？あ、片田さん、そこに、あそこにあの蛇が今出ています、あの下。あ、今上がっていってます。あれ蛇のお腹が、あー、もう上がってしまってる。あの一匹じゃないんだ。一匹じゃないでしょうね。何が、はい、コモ、コモ、はい、飯食うんだこれ当然コウモリだよね、食うのは。そうでしょうね。そうでしょうね。他に食べるものもないと思いますよ。ないもんね、この。はい。ヤモリか。コウモリも虫とか食べるんじゃないですかね。戻ってきました。こっちもこっちで綺麗かったけど、ちょっと僕じゃあ先行きます。すごい、あの子も慣れてるわ。めっちゃ先先、スピード速いもんね。はい。
花子も40超えたら分かるわ40、50超えたらあああの時早く行ってしまってたって後悔するな。あれこれ今、これ今一番明るい時、これジェイさんタイループちょっとね。わあこれ今一番最高の時や。これちょっと写真撮っとこう。うん、これの13に。ジェイさんこっち。プリやんね。ジェイさんぱいな。ちょっとぱいな。なんでこれでこうやったら大大や。うん。はい。皆さんちょっとだけ写真撮るんでちょっと待っておいてください。インターネットだ。じゃあ、OK。OK。OK。で、ちょっとのりさんのところに座んな。お父さん、入るな。入るどい。ジェイさん。はい。ベーパーライディ。あ、ね。それがいい？オーケーね。あ、はい。ユンドンね。わ、これすごい。これすごい、これ今カメラと同じように。ちょっと待ってよ。開会していくわ。はい、トニーディ。OK、 ちょっとこれ見といて。はい、無事終わりました。すいません、お待たせしました。無事終わりました。無事
進んで。ということで皆さん、ぜひランパンのですね、こちらの洞窟、洞窟って何だろう、ティニーリアクワライ、タムタタイ、タムパタイという国立公園ですね、中にあるこの洞窟です。ぜひ皆さんランパンに来たら立ち寄ってみてください。それと指名してあげてください。バイバーイ。